こんばんは、本田翼さんに激似の元男の子のアンカノンです。こんばんは、世界一可愛いニューハーフ、チルです。いや、笑っちゃうんですよ。いや、笑っちゃいますよ。私も自分で笑っちゃったんです。すいません。世界一綺麗なニューハーフさんと、嘘です。ちょっとやめてくださいよ。ちょっと、撤回しないでくださいよ。本田翼さんに激似の、いや、むしろ、本田翼さんです。勧められないじゃないですか。勧められないですね。前回の動画ありがとうございます。あ、いえ、こちらこそ、ありがとうございます。メイクのプロの、チュルさんにですね、の顔を本田翼さんに激似にしてもらおうという企画で一回コラボさせていただいたんですけども、たくさんの方に来ていただいて本当にありがとうございます。あれはすごい私的には良かったんですけども、あのメイクってプロのチュルさんが私にやってくれたからできたわけであって、私自身はメイクの素人なわけですよ。今回私が自分で本田翼さんのメイクをしたいんですよ。この動画で使ったメイク道具を今回私がチュルさんにですねリストいただいて買いました。もう本気ですよ私。すごい。本当にすごい。買いました。もう新品です。まだ封開いてないんで。よく集めましたね。だって本気ですもん。いくらぐらいします総額で。だいたい2万円弱。ラコンも同じの用意しましたし、私はこのメイク道具を今日、自分でメイクするんですけども、やっぱりまだわからないんで、チュルさんにアドバイスいただきながら、なるほど。私が自分でメイクしたいんで、今日はお目付け役でお願いします。了解しました。ビシバシいくんで確認してください。ミクロ作業ですからね、メイクは。頑張ります。私ってそんなに本田翼さんに似てるかな。めちゃめちゃ似てますよね。もう本田翼でしかない。バカにしてるでしょ。この人バカにしてますよ。メイクスタート。先生お願いします。まずカンコンをしてください。プティアのグレースブラウン。こんな感じですね。こういうの見せた方がいいんですか。まああればあっただけ。なるほど。どうですか？やっぱ似合いますよ。めっちゃ綺麗です。地の色が結構茶色がかってるじゃないですか。だから、その透け感のある色めちゃめちゃ似合うんですよ。そうなんですね。逆に似合わないと思ってました。めっちゃ似合います。透明感爆発します。爆発。よし。入れましたよ。これを使います。ポリカ崩れ防止美容液ケアベージュです。ちょっと洗わないでくださいよ。言い慣れてないし。ポリカの下地を、おでこ、鼻の頭、で、顎に古典置きって言うんですけど、どんぐらいの量がいいですかね。でもそれぐらいはちょっと多いかな。こういうのやったことないっすよ。もう自分でぬりぬりぬりってやってましたね。スポンジで次は伸ばしていってもらいます。次、キャンディードールのブライトピュアベースラベンダー。それをちょっと少なめに。で、それをほっぺの一番高い位置。少なくていいんですか？かなりそれは少なくて大丈夫です。これは、いわゆる透明感を出すためだけにそこに塗るので、広げすぎず、丸をこう描いていくようなイメージで、だいたいこのぐらいの丸を作っていきます。次、コンシーラー、お願いします。サナエクセルサイレントグローコンシーラーのピンクグローです。それを、自分の気になる部分、2社のクッションファンデのモイスチャー、それを塗ってもらうんですけど、軽く、ちょっと薄めにかなり塗ってもらいます。こんぐらいですか？そうですね。ちょっと気になる部分ぐらい。キャンディードールホワイトピュアパウダーのシャイニー。で、それを使うときは、ブラシの方を使ってもらって、大きいブラシ。これ。を使ってもらう感じになるんですけど、粉をちょっと出してもらって。めっちゃちょっとしか出さないですもんね。これをちょびっとつけました。ついたら、それを一回手の上で転がして、ハイライト塗ってもらいます。ジャンヌのパールグローハイライト。はい、こちらです。シャンパンベージュ。こちらを小指の先に一回ちょっと取ってもらいます。これを鼻のちょっと先っぽよりもちょっとだけ下の部分塗ってください。そこがあたかもてっぺんかのように。次、鼻の付け根の方。とはおでこの中心部に入れてあげる感じですね。で、顎を軽く。次は、マックのミネラライズ、スキンフィニッシュ、ライトスカペード。すごい、名前めっちゃ覚えてるじゃないですか。次は、お粉に使った大きい筆に取ってます。それを上から、これ、鼻のこの一番先端の部分、はい、この指一個覗いた部分のちょっと上あたり。すごい、輝い、なんか、立体的になったぞ。シェーディングいきたいと思います。お、来た。サンメイクのシェーディング04番。いや、眉毛。これちょっと私が自分で用意しちゃったやつ。まず眉尻を、このケイトの、この色。マキアージュ。ケイトじゃん。ケイトにそんな色あったっけ？マキアージュアイブロウスタイリング 3D70 番。すいません、全然メーカー違かったっていう。私この説明書見ながらやるんですよ。マキアージュアイブロウカラーワックス77番です。次、ノーズシャドウをしてもらいます。これですね。はい、それをちょびっと取ってもらって、塗る場所っていうのはすごく重要になってくるんですけど、青木さんの場合、ここに塗ってもらいます。ここ。そうですね、そこ。で、鼻の先っぽの方で、ここの部分だけ塗る。そしたら、それを今度手でぼかしてもらいます。じゃあ、アイテープやっちゃおう。全然違いますね。そしたら次、アイシャドウ。アイシャドウ。3C、モルティアイカラーパレット。のビーチムース。真ん中の一番上。はい、これ。これの色をまずベースとして使ってもらいます。アイホール全体に。そしたら次の色が。はい、これ。はい。一番下の右をちょっと目尻側に塗ってもらいます。お、すごい、なんか立体感出た。わ、すげえ立体感出た。筆を使うんですけど、ちょっと細い筆ってありますか？このチップに、その色を取ってもらって、縦にこう入れてください。すると、多分ちょっと細めにそれがつくと思うんですけど、これをまぶたのところに塗ってほしいんですよ。アイラインを一回引いてもらおうかな。ペンシルアイライナーブラウン。いやー、これすごいですね。どうですかこれ。でかっ。ヒロインメイクのスムースリキッドアイライナーの02。これで目尻だけを引いてください。目尻。ちょびっとですか？垂れ目ですかね？やりすぎは本当に禁物ね。禁物なんですね。めちゃめちゃ禁物ね。やりすぎはお釜の素。すいません、気をつけます。ラメをちょっと引いてもらおうかなと思います。これを指に取ってもらって。はい、次はこの同じラメをこの涙袋の方に塗ってもらいます。ただこっちのラメを取ってもらって目頭に乗っけてもらいます。目頭に。そしたら次ビューラーを。あ、来た。一番嫌い。やだ、ビューラー。めんどくさい。一番めんどくさくないですか、ビューラーって。え、なんでですか？なんか物理的なめんどくささじゃないですか、これって。マスカラス。エッセンの、シュバージョンアップウェイド。でも確かにね、印象が柔らかくなった。これが濡れたら、次は普通のマスカラをしてもらいます。ヒロインメイク、ロング&カールマスカラ、スーパー WP ね、です。このマスカラを下にも塗ってもらいたいです。このヒロインメイク。やばい、マスカラついちゃった。綿棒で取ってください。綿棒臭い。いいですか、ちょっと直しますね。はい。お願いします。お、プロ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 。こんなの映さないでくださいよ。やめてください。そうですか。全部は消えないですけど、さすがに。でもそんなわかんないですね。チークをいただきます。それを取ってもらって、チークを横目にちょっと入れていただきます。次最後リップですね。はい。リップはロム&のジューシーラスティングティント07番。はい。ロスを塗っていただきます。お借りします。はい、関節キス。ディオールアディクトリップグローオイルウルトラピンク。お高いんですよね。お高いです。これちょっと借りていいですか？ダメです。これだけはダメです。なんかすげえめっちゃ立体的になったんですけど。どうですか？イメージ違いますね。口角だけ使いたいですか？口角、はい。口角はちょっとそうですね。どうしよう。できます？できますよ。はい。これですよね。入れすぎ。ほらだから言ったじゃん。ちょっとやろうかなと思ったんですよ。もったいない。ここまでうまくできたのに。ちょっとやばいやつですよ、これは。やばくないですか？なんか変。ロボットみたいな。どうしましょう、これ。すみません。すみません、最後だけちょっと手つけます。お願いします。あ、確かに上がってるように見える。オッケー。すげえ。ちょっと髪の毛セットしていきましょう。